民間信仰とは、教義や教団組織を持たずに、地域共同体に機能する庶民信仰のことで、個人の自覚的入信に基づく総称宗教とは異なる。民間宗教、民族宗教、民主宗教、伝承的信仰とも言う。フォークロアの訳語としての民間信仰は1897年に、姉崎正春が発令とされる。ヨーロッパでは、 中世を通じて支配者や聖職者の知的な宗教世界とは別の次元で民衆の間にも独自の信仰が存在しカニングフォークのような祈祷、民間医療、占いを行う職業が存在した。魔術的な神から設理的な神へ王としてのキリストフェルナンド・ガレゴによる15世紀の作品。紀元千年頃から威厳を持った王の姿で表されるキリスト像が現れる。 ゲルマン人の間にキリスト教が授容された当初、神の全能をは多分に魔術的に解釈されていた。例えばクロービスは妻クロティルドにキリスト教への改修を進められると、キリスト教の神が彼の戦争に貢献するなら、信仰を受け入れようと訳し、勝利を得た後に改修した。これは、ゲルマン神話の戦争の神オーディンがルーンを習得して、 魔法を使う魔術の神であったことを考えれば、魔術的な神への信仰として、キリスト教を見ていたことになる。マルク・ブロックは、封建社会では、バイキングの改修に触れて、初期に魔術的な異国の神としてキリストが崇拝されたことを論じている。中世初期には、聖職者はしばしば魔術的な力を持つと信じられた。聖職者は、民衆から尊敬の眼差しで見られる一方、 魔術師として恐れられ、嫌われた。11世紀のデンマークでは、聖職者は天候に対して、魔術的な力を持つと信じられ、天候不順であった際には、迫害を受けた。13世紀フランスでは、ある村で薬病が流行った際に、死祭を犠牲にすることで村を救おうとした事例がある。11世紀のグレゴリウス改革において教会が、排除しようとしたのは、王権の奇跡能力と、 聖職者に対するこのような魔術的迷信であった。グレゴリウス7世は王や聖人の奇跡を否定する一方、デンマークで天候不順の際に行われた聖職者への迫害を非難している。新しい信仰形式、製品、巡礼、神の平和10世紀末頃から従来の信仰形式とは異なったいくつかの大衆的な宗教運動が現れた。 この頃従来の修道院とは異なった形で、よりイエスのあり方に近い修道生活を目指す運動が起こった。この運動の遠言は、東ローマ帝国に近い南イタリアのカラブリア地方のギリシャ系、修道士たちの生活に橋を発し、南イタリアにイスラム教徒が攻撃を加えるようになると、彼らは何を避けて北上した。11世紀になると全ヨーロッパ規模で、 この新しい運動に基づいた修道院設立が活発化した。特に影響が大きかったのは13世紀に現れたアッシジのフランチェスコで彼の製品運動には在族の多くの信者が共感し共に貧しい生活を営んだ。同時期に同様に製品を唱えたイタのワルドー派も多くの在族信者を獲得した。このように聖職者の貴族的な共同生活であった。 修道生活がイエスの製品という理想を通じて民衆の間に広く受け入れられた。神徒たちの母として描かれた聖母マリア12世紀、聖王では聖母数形が流行した。聖母マリアのイエスを失うという悲劇的な体験がイエスとあがないの苦しみを共有するものと還元されたからである。聖母マリアは普遍化され、神の母として キリスト教社会のすべての信徒を包み込む存在とされ、厚く数形されるようになったまたこの頃、聖遺物や聖人に対する数形が高まり、各地に収められた聖遺物や聖人の古地への巡礼が盛んとなった。サンティアゴでコンポステーラや聖地エルサレムへの巡礼は大衆運動となった。後には十字軍運動と結びついて、多数の信者が十字軍に参加したり、 特に少年十字軍に代表されるように、自発的に大衆の十字軍が組織されたりもした。西ヨーロッパの交通網は11世紀までにまず、聖地のネットワークとして形成され、徐々に定期市や港湾にネットワークを広げ、その拠点には、金融市場が形成されるようになった。こうして成立した、中世の交通網は、古代のローマ帝国の街道網とは、 かなり異なったものであった。キリスト像の変容とマリア数系キリスト教が西ヨーロッパ社会で広がっていく過程においてイエスキリストとその母、マリアのイメージも大きく変容した。まず紀元1000年頃から小なる神イエスに対する関心が非常に高まり、特に厳しい審判者としてあるいは威厳ある王としてのキリスト像が頻繁に作られるようになった。ところが12世紀頃から 今一度、キリスト像に大きな変化が見られ、貧しく、苦しみに満ち、貧者の味方である、人間性豊かな、イエスの像も数多く見られるようになった。このキリスト像、その製品の姿勢と性婚の奇跡によって、体現したのが、アシジのフランチェスコであった。聖母についての数々の数形もこの時代に成立した。まず12世紀頃に、聖母マリアも、死後、 天に挙げられたという、聖母の非正天、14世紀にはキリストを宿した、マリアが現在を背負っているはずはないとする、無現在のお宿り。これらは、激しい論争の種となった。聖母は、子なる神、イエスキリストの母として、信者とイエスキリストの間を取り成す、特別の存在として、数形を集めた。12世紀には、祈祷文、アベマリアが成立している。 このような聖母マリアへの特別の崇敬は、時に彼女をキリストの食材になくてはならず、贖いの補足者とみなす見解にもつながったが、教会は一貫してこの見解を退けている。日本では自然崇拝と祖先崇拝が核となり、宇治神信仰は神道と集合して産ぶすな神、真珠神のような存落神に変質した。ありがとうございます。